始まりましたよ。はい、こんばんす。こんばんでございます。こんばんは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。こんばんちゃ。はい、こんばんちゃ。始まったね。とうとう来ましたよ、この日が。いや、今日は特別な日ですか。どんな日なんですか、今日は。なんとですね、はい、あら、DVD の発送が発送メールが届いたっていうのをよく聞きますよ。おお、じゃあもう発売日と言っても過言ではないと。まあほぼ発売日ですね。まだ届いたというね、なんかメッセージは来てない。明日にはじゃあ届くわけ？明日ぐらいには。どうなの？発送だから早い人は今日、あ、明日か、明日とかに届く。明日、明後日に来るみたいね、コメント見る感じでは。そうだよ。来ないといいからね。もう100回ぐらい見たよね。100回も見たの？うん。穴が開くまで見た。うわ。まあ穴開いてんだけどね。確かにね。真ん中にね。うまい。うまい。うまい。イエイ。イエイ。いやでもね、俺も見たんですよ。ほう、本当に。うん、そう、俺も見たんやけど、ブルーレイ。ブルーレイ。の方を、まあ、見させていただいたんですけど、はいはい、画質よない？あのさ、俺2つ見たわ、一応。あ、本当に。あ、DVD とね。DVD、どうだった？どうだった？どうだった？まあ、確かにね、ブルーレイのが良かった気がした。あ、本当に。まあでも、ね、ご自宅にあるプレイヤーのそれでね、まあ、ちょっと買うやつは決めていただくってあれですけど。まあ、テレビのデカさで全然画質変わってしまうよね。確かに。それもある。それもある。でもね、うちのテレビって400インチなんやけど、めちゃめちゃ鮮明に見える。でけえな。400インチってでかくね。自宅のテレビ何インチ？え、俺なんだろう、あれ。100インチもない。ちっちゃ。え？待って、50とかじゃないの？ちっちゃ。殺すぞ。アリンコのテレビや、そんな。おめえ400インチって10メートルぐらいだ。映画館。映画館じゃん。さらっと言うな。実際はね、実際は60インチですけど。ああ、そういうことね。俺80ぐらいだったかもしれない。強っ！ 65ぐらいかも俺。お前たち。いやいや、やりますな。テレビはでかい方がいいでしょう。いや、まあわかる。それはわかる。わかるな。100インチ近いのやばいな。もっと贅沢にならさ、スピーカーとかも揃えて映画見れたら気持ちええんかなとか思うよね。映画好きやもんね。はいはい、好きや。あるね。確かに確かに。ホームシアターのセットとか家に揃えてる人は結構いるっていうけど、揃える気はないの？ないな。なんかでもさ、うん、ちょっと偏見言うていい？あ、いいよ。揃えてるやつ、うん、なんかちょっと行き過ぎてる人な感じがする。すごい、いいだろ。マニアってこと？いや、意識がなんかそこまで行っちゃってるのかみたいな、なんかちょっとこう、なんかアップルとかも好きやな。はい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 、まあ、ちょっと意識高そうだなみたいなね。高そうな感じがしないかな。はい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 。僕はアップル製品しか使いませんみたいな。二言目には AI っていう言葉出てきそうな感じやね、言うたら。そう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 。イメージ的には。最近の感じね。みたいなイメージがあるよね。確かに。まあそのオーディオとかかなりこだわる人って、こう、やっぱ、かなり知識がないとできひんことやからさ。できへんかよ、できへん。ね、確かに。そうそう、賢い人やから、ちょっとこう変わり者も、まあ、こう並行していらっしゃるっていうのは可能性としてはゼロじゃないよね。ある、全然高いよ。うん、ねえ。スピーカーは確かに、でも、なんか、あえてスピーカー欲しいな。スピーカー？テレビから出るやつ、うん。はいはいはい。今はテレビからじゃあ直で出てるってこと？そうそう、直でしてるやつだからさ。うん、なんか見たことあるわ、でも。サウンドバーみたいな名前のやつで、なんかそのテレビにつなぐんやけど、なんか音が良くなるみたいな。ちっちゃいスピーカーみたいなやつか。ちっちゃいかな。まあ、なんか棒みたいなやつ。そうそうそう、棒みたいなやつ、棒みたいなやつ。そうやんな。はいはいはい。見たことあるわ。あるよね。なんかあれいいって聞くけど、どうなんやろね。まあちょっと違うやろな、音の広がりは。代表して買ってくれよ、どっちか。いやいやいや、別に俺、ないし、こだわり。俺もテレビから出てくる音でええやっていうタイプの人間やし。ええタイプ。そうなんや。贅沢言わんのや。さ、まあ、テレビはね。ソニーのが出て16万ってのがある。いやー。前は見たいと思わんのか？何？映画？でかいテレビで、うん、エッチなビデオとか、お前は見たいにしちゃうんか？いやー。スピーカーこだわれよ！27インチで十分ちゃう？
27インチのモニターで十分やろ。エッチなやつは。モニターじゃねえかよ。そうかそうか、やめときなさい。だってもう自分のこうなんていうか視野にこう、はい、ね、全部見逃さないぞっていうインチが27インチやん。確かに確かに。100インチとか見たらさ、え、こっちもいいけどこっちもいいやんみたいになってまうやん、そんな。あと、ああいうのって大音量で流せねえからね。そうね。ご近所トラブルにつながりかねないからね。ご近所トラブルにつながるからね。うわ、なんか、お盛んねえなんて思われたら困るしね。やめろ、やめろ。やめろ、やめろ。やめろ、やめろ。危ないこと言うんじゃない。確かに確かに。アニマルビデオの話、ね。アニマルビデオの話、そう。あの、ワンちゃんとかね、お猫ちゃんとかそういうやつね。うん、そうそうそういうことですよ。危ない。あのこの間なんかあの映画見に行ったんでしょ。見ましたね。どうやったどうやった、ちょっと聞きたかった俺それ。内容あったっすね。内容コナンなの行ったの。コナン行ったよ。あ、マリオちゃうんか。マリオじゃないよ、コナン、うん、コナンなの。もうでもね、俺正直今まで、うん、コナン映画って多分ねからくれないの、はい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 、やつぐらいからしか見てないんやけど、うん、打ち殺すぜのやつから数、そうだ、そんな数は話したら殺すからなって言ってたやつ。あ、ほんまに言うてんや、怖わ、数はお前殺すからなマジでって言ってたやつ。本当にね、任せてる立場へのにも、うん、そんな強気ないね言うたら。そう、話したら絶対殺すって言ってた。その手話したらぶち殺すでほんまってやつ。すごい。言ってるやつがあって、うん、まあ、そっから多分俺全部見てるから合計多分ね、うん、6本ぐらい見てんのよ。おお、へえー、そん中で圧倒的1位。おお、すげえ、面白かった。すごいやんそれ。普通に俺はもう脚本100点やと思ったし。マジで。サブマリン、ね、なんか今回そのラーンじゃないって聞いたんやけど、まあそのネタバレはなしで、ラーンじゃないけど、うん、ラーンじゃないけど、うん、いっけーとは言ってたよ。あ、いつも言ってるわ。蹴ってるね、それ確実に。なんかそう蹴ってるね、それ。ってそこ大体ある、大体ある、絶対言うねんな、いっけー。ミニ四駆の容量やもんな、もはや。そうキック力増強シューズ蹴るとき絶対いっけーっていう。なるほどね。ですね。あのオロナミシ開けるときじゃなくて、あのなんかフレットボトルを開けるときみたいな音流れるやつやろ、キリリっていう動き。そうガチ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 、ね、いっけーってやつ。初めましての人にね、やっぱね、うん、親切。あ、なるほど。もう最近というか久しぶりにコナン見た人にもいい設計。だって絶対にあらすじ話してくれるのもあ、そうよ、一番最初のやつね。てれてて、ほらまま、ほらまま、そんななって、そんななって。もう裏声やん。おかしいな、森らといい感じになっていってきたところに、なんか、あの黒子が、黒子が、黒子が、かぶるな。後ろから、アクションで、アクション、くしゃみが。それよくある、モノマネしたある人のやつやねそれ。あれ、あの時だけ昔の映像やからね、なんならね、あれ。そうでも俺一個だけネタバレになるかもしれんけど言いたいことあんねん。何何やめなさいよ。でもちっちゃいことやからやろ。まあちっちゃいやつやった。まあそれむしろ楽しみになるんじゃない。若ちょ若ちょ、ちっちゃいことなんやけど、うん、まあある、まあ、コナンが、うんうん、こう刑事とか警部とかに情報を教えるときに、うんうんうん、あったんだよ本当に見たんだ俺はって言って、うん、激切れするシーンがあるの。コナンが、コナンが珍しく、あれでおかしいぞだけじゃなくて、じゃなくてもうあまりに追い込まれすぎて、うん、俺は見たんだよみたいな、おう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 、確かにそこにあったんだみたいなこと言ったら、もう子供が言ってるようなことやから、うん、いやいやもう気のせいだったんじゃないのみたいな、なあ何したんこいつみたいなねって感じで流された時に、うん、ふざけんなボーンってこう切れんねんマジで。コナンがね、コナンが、はい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 、はい、でまあでも普通にそのシーンはまあもうコナンも焦ってるし、もうみんなわかんねん、うんうん、ああ焦ってんねんな、はい、この珍しいみたいな、うんうんうん、でも最後らへんに、うん、そのシーンを、うん、あの時怒ってごめんねってこうちゃんと謝ってて、コナンがそうちゃんと謝ってて、その刑事に、そう刑事には俺はそれを見て、うん、なんか時代を感じると思って、いや別に謝る必要はなかったんじゃないかって思ってしまうね。もうあまりに確かに嘘じゃなかったってことが証明されてて、はい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 、ってたのに、いやでもあの時はごめんってちゃんと謝ってて、すごっ、コナンがそう時代やなーなんて思って、あ
もう切れっぱなしにはしとかへんぞみたいな。そうそう、ちゃんとちゃんとそこも謝ってすっきりさせようねみたいな。うわ、いい感じ。そんなところまで配慮してあるってこと？配慮されてました、うん、なるほどね。そうかそうかっていうね。そうかそうかって見に行ったんでしょ、うん、そうか、そんな感じだったっけなって、うん、あら、俺はかえ寝てたもしかして。大体全部寝てた。寝たかった。いやいや、知ってるけどね、知ってるけどね、うん、ちゃんと回収してて、えらって思わんかったな。なるほどね。細けえなっていう。それはすごい。でもあのソファーがね、やっぱ気持ちよすぎて寝ちゃったよね。あ、もうそんな席やったんや。カップルシートか。いやでも本当に、うん、倒せんねん席が。新幹線のあれみたいに。そんなに。そう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 、倒せる。めちゃめちゃ。ふかふかなんや。うん。ほんで、食い放題やったし。食い放題って何？そうだったね。ビュッフェ？そう、ビュッフェ。一応なんかそのなんだっけ、109新宿のあの、うん、なんだっけ、歌舞伎場、歌舞伎町座、歌舞伎タワーみたいなやつ最近できたっていう。そう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 。そこだったんですよ。ああ、食べ放題ってもしかしたらあれ、他のお客さんが持ってはるやつも、そのなんか特別なパスみたいなんで、これちょっともらうでみたいなのができるっていう、そういうこと。なんか始まる前まではもう飲み物と、うん、そのポップコーン全部、食べ放題、うみたいな感じだったんですよね。今何が起こった、一瞬。なんか一瞬別世界にいたんじゃない？いや、今遠くからなんか吠えた声ですよ。ああ、なるほどね。まだ歌舞伎タワーにおるんじゃん。いるんかもしれない。いるんか。もしかしたら。あ、ほんまだ。歌舞伎タワーにおるな。すみませんね、うん、皆さん遠くなんで阻止することができませんでした。いや、俺コナンの映画結構ね、あのちょこちょこ見てるけど、うん、まあ、やっぱ名作多いね。うん、何好きなん？何？俺？俺やっぱベイカーでしょ。うん、ちょっと止めてきます。全然気にならんよ。うん、別にいいよもう。あ、本当ですか？すみません。ごめんなさい。全然気にならん。うん、ありがとうございます。ごめんなさい。ベイカーかな。ベイカー好きなんやん。ベイカーストリートのボール。へぇー、ね。はい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 。なんで好きなんかはやっぱ語れるわけ、それは。ああ。卵型のやつに入るやつってベイカー。そう、ベイカー。コクーン、ね。コクーン。そうか。いや、あれちっちゃい時見て俺めっちゃ怖かったもう。あの、映画館にちっちゃい時見に行って、初めてそれ見た時に、はいはいはい、なんかめっちゃ怖いんやけど、これどうしようみたいな。めっちゃ不安になって。はい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 、そんなホラーなんや。ホラーじゃないね。ホラーの怖さってよりかは、うん、もうなんか、絶望感みたいな。あ、そうなんや。そう、そう、SAO みたいな感じになるね。ちょっと。あ、そうね。若干 SAO 感あるな。そう。もうそう、ゲームの世界からもう、ワンチャン出られへんくなって死ぬよみたいな。怖、そう。あれ、すんごいね、ちっちゃい。もう、小学校何年生とかやってんけど、当時。2002年だって。2002年、うる、いくつやん、10歳とかやん、11歳とか。俺たちが38のとか。俺らいくつなん、もう50やん、もう1000人グループやな。もう60近いけど、なんならね。うん、還暦マジかよ。これ面白かった、ロンドンの話だ。そうだ、そう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 、まあそうやね、切り裂きジャックの話だ。ああ、これ面白かったよね。面白かった。俺見てないわ。俺全然コナン映画とか。いや、もうコナンで育たな。へえ。逆に今さっきさ、あのカラクレナイのやつから全部見てるって聞いて、俺も驚き隠せんかったもん。逆によくそっから見ようと思えたなっていう。いや、もう友達でめっちゃ好きなやつがおって一人。なるほどね。まあしょうがなく。コナンマニアね。そうそうそう。でも見たら見たらやっぱおもろいね。やっぱり。確かに。コナンってちゃんとできてるし、うん、話もね、うん。ワクワクするよね。どこから見ても誰でもついてこれるみたいな。間違いない。ほんで、音やばない。映画館で見た時の音。うん、分かる。あ、いいね。うん。てんてんてん、黙れば、てるんてるんてるん、黙れば。ちゃうな。そんなんちゃうな。あれが流れた時にもう、今食えへんねん。コナンの映画来たんやって思う。確かに。あれだけさ、映画と版とテレビ版、ちょっと音の豪華さ違うな。ズタタタタタタタみたいな、最初にズタタ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 みたいな入ってるもんね、あれ。マジで。なんかしかも映画によってマジで一回一回作り直してるらしいから。だから映画で、そう、
映画によってメインが違うね毎回。そうなんや。だからあれも醍醐味らしいよ、ファンからすれば。なるほど。なんであのタイトルロゴ出てくるところで正直一盛り上がりあるもん、絶対に。あるある、ガーンってとこやろ。そう、あの、はい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 、タイトルのやつなんかフォンフォン回りながらこうシャキーンみたいなのが出てくるところ。あるある、フォンフォン回りながらシャキーンってするねするわ。あれでめっちゃ興奮するからね、うん、真実はいつも一つのような可能性がある。そんな曖昧じゃないね、かっこ悪いのその子なん。これさ、赤井さんとかさ、ムロさんが出てきたので、うん、いつからなんこれ。赤井さんの登場はだいぶ古いんよ。じゃない、だいぶ古い。そうなんや。その本当の初登場は。お前コナン詳しい。俺コナン好きやね。結構、まあ、でもマニアじゃない、マニアじゃない。ミニイケや。コナンマニアじゃないんだ。お前みたいなやつがミニイケや。間違いない。なんかもう映画はちょっと、映画最後見た俺純国のナイトメアも。いつやねんそれ。いつだ。2015年とか。赤いっち出てたのいつだこれ。あ、ちゃんと公式に書いてあるんだこれ。赤い周一が普段初代を隠すため大きい安バルに変装してる。うん、ちゃんと公式に書いてある。知らん間にもう知らん、コナン知らんキャラがいっぱい出てきたからさ、もう分からんようになっちゃって。分かる分かる、うん、いっぱい出てきてるもんね。誰だこいつらって。そう、なんかあの取り巻きというか、コナンの仲間たちみたいなやつもなんかもうちょこ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 人増えてるしっていうさ、うんうんうん、ね、分からんようになっちゃった。コナンのあれやろ、あの、うん、家の近くにやってる寿司屋のバイトしてるやつが、うん、ラスボスのあれやろ、側近なんやろ。え、そうなん。そうなん、確かそうやで。うん、なんかえ、じゃあなんならコナンのその今いる事務所の下のアポロに安室さんいるんでしょ。そうだからもう大集合してんね、あの辺に。アムーがいたよね、アムー。戦争起きるやん、もう。そうだよね、米花町で黒の組織の、黒の組織のボスも身近なやつって言われてんのやろ。へえ、そんなこと言ってええんか、お前。もうどんだけ集合してんねんみたいな。いやいや、まあまだ分からん。でも真相はね、まだ分からんからね。あ、玄太くんがラスボス、黒の組織のね。俺は、うん、玄太黒の組織なん。そう、確かにあいつ迷惑ばっかかけてるからね。なんならまあグルって言われても全然不思議じゃない。あと同じ年齢にしては、あの体がでかく、質量が本当に。だからそのほんまもっと小さいはずやのに、なんか薬かなんか投与されてあのサイズになってるってこと。いやでもあるんじゃない、アポトシ、うん、あとアポトシキン、アポトキシンやね、アポトキシン、アポトキシンみたいなやつでみんなちっちゃなってるんやからさ、うん、ちっちゃなってる身内のやつも一人ぐらいいてもおかしくない。いやいや、ごっついやん、あいつちっちゃなりきれてへんやん。ゲンさんの可能性は高いよ。ゲンさんあるよ、全然あるよ。ないわ。小1で40キロ。かわいそすぎるやろ、ゲンタやったら。あの10円ハゲみたいのついてんのに。いやでもあるよ、やっぱ黒の組織背負ってるからストレスでハゲていくね、ちょっと。あと普段からその精神的な理由やったあれ。うなじゅうっていうことによりちょっとさ、アホキャラを印象付けておいてさ、うん、そう、あれちょっとピカチュウに寄せてるよね。うなじゅう言ってん、言ってん、あるな。うなじゅうなって言ってないね。うなじゅう食いてーは言ってるけど、うなじゅうなとは言ってない。言ってないか。そんなこと言ってない、うん、彼は。うなじゅう、うなじゅうって言ってた。うなじゅうってなんなん、逆に。うなじゅうって何それ。いなじゅう卓球部。あ、いなじゅう卓球部。あ、一部の人が好きな漫画ね、あるね。あ、やりましょう。トゲあるな、トゲあるな。ナイス。いやだってやめとこ。やめとけ。やめとくか。じゃあ行きますか、そろそろ。はい、お願いしますよ。私の元気なタイトルコールを。はい。でもちょっと久しぶりなんでね、結構気合入れでタイトルコールさせていただきますね。はいよ、はい。行きます。よろしくお願いします。はい。元気な。それやる気がしたわ、絶対に。今の息吸った瞬間に、もうやるなと思ってた。始まった。逆立ち喋れ。俺の名前はこっちにとってこらん。王様の地味とロットに勝ちに来て、年頃にあいつが後ろから持ってきてぶち殺してやる。もう陣に銃突きつけられてるソップやん、ただの。お前代わりに言えて陣に突きつけられとんねん、そいつ多分。背中割りに言え。ルルルル。俺は高校生探偵の工藤先生。俺がトロピカルランドでなんとイチャコラしてたったら、後ろからなんか薬飲まされたんや。工藤先生って言ったろお前。俺が突っ込むのに俺にやらすな、ほんま。わかりました。じゃあ1枚目のお便りを坂田さん、
はい、読みます。浦田さん、島さん、坂田さん、瀬名さん、クルーの皆さん、こんばんは。ミリと申します。こんばんは。早速ですが質問です。皆さんは初めて自転車に乗れた時のことを覚えていますか？私は小学校に入る前くらいに家の近くの田んぼで母に自転車の後ろを持ってもらってる嘘をつかれながら練習をした覚えがあります。社会人になって車を使うようになり、あまり乗らなくなった自転車に先日久々に乗る機会があったので、ふとお便りを送らせていただきました。お答えいただけると幸いです。大好きですとのことです。よく来た。チャリね、チャリね。チャリ初めて乗ったの確か23歳ぐらいだったっけな。おっそ、おっそいね。どこまでよくそこで乗ろうと思えたな。逆に自転車ね、25まで買ってもらえなかったからさ。25にまでなって自転車買ってもらってんや。はず。そう、全然買ってもらえなはずべき人生じゃん。情けない。恥の多い人生だったやん。言い過ぎだ。情けない。お前25にもなってチャリ買ってもらって。いや嬉しいやろ、こんなボケて。ね。入れられたら嬉しいやろ。ああ、なんか意味ありがてんね。ありがとう。うん、初めてチャリな。俺幼稚園の年長とかやったかな。玉なし、玉なしで乗ったんは。おっそ、早くない？お、あ、早いか。早くない？幼稚園の。おっそ、早い、早いか。どっち？25や。あれやろ、三輪が取れるタイミングの話。そう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 。あ、なんだ。何こいつ。年長、確かに年長ぐらいかな。小1で乗ってたもんね、確かに。うん。そうかも。小1では乗ってたからそれくらいかも。確かにな。いつだっけ。坂田って玉なしの時期とかなさそうやん、なんか。いや、手放しのあれやろ、あの玉なし、玉なし持ってもらったりってこと。いやいや、玉なし玉ありって言わへんかった。玉なし玉ありって、玉なしって何。え、玉なしってもう完全に補助輪のことやん。玉はない、ちゃうちゅうのお前。あ、そうなんだ。爆笑問題の人じゃないねん。補助輪のこと玉なしって言うんだ。そう、あのお前根性ねえな、玉なしかって言われる。ちゃうねん、ヤンキー漫画のやつじゃないねん別に。え、俺たちがライブやったところはどう。俺たち玉ありですね。玉あり、玉あり、玉あり、玉なしって言うねんってほんま。へー、初めて聞いたべ。そう、そうなんや。いつだろう。確かに俺でも小1か小2ぐらいだった気がする、ちゃんと乗れたのは。ほんと。でも坂田の自転車ってあれやろ、なんか全部木製でできてて、なんかこうあの木製、チェーンとかも全部木製でできてそうやん。なんかもう逆にそんなんありがとう。お父さんありがとうって言うわ。こんなん作ってくれてって。そう、もしくは、もしくは全部ダンボールでできてるから、どっちかっていう。いや、ありがとうそれも。ダンボールで作ってくれてありがとうって言うわ。今 SNS 上げたらバズるぞ。バズるね、確かにね。まあ結構みんなじゃ早めに乗れてるっていう感じだね。カマキリにしてた人はいないの？なんか、え、自転車のハンドルを。あれダサいやろ。ダサいな。やっぱいたもん。でも本当、うん、え、それはあの、ね、競輪用 の、 あの本格的なやつじゃなくて、うん、ほんまに曲げてるってこと。なんかライターかなんかラブって。そうそうそう、 ほんま曲げ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 。すごいな、おらんかったな、さすがに。よかったか。うん、マジとかやってそうだよ。ヤンキーに憧れてる人はやってそうよね。確かにヤンキーに憧れることなかったな。だってヤンキーに憧れるってことはさ、うん、絶対に何かしらのいざこざに巻き込まれる自信がないと難しくない？ あいつ生きてんなの対象になるわけやん、絶対に。まあね、目をつけられるよね。そう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 、だからそれを切り抜けないといけないわけよ。確かに。なるほどね。だったらもう認められないとああやって生きれる。そう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 、めんどくさいやんそんなこと。確かに怖いしね。確かに怖いしね。うん、のは気をつけようね。はい、なん、はい、気をつけようね、気をつけようね、はい、まあとりあえずなんか締めとこうかなって。はい、じゃあ僕チンが呼びます。はい、浦島坂田の皆さん、クルーの皆さん、こんばんは。モスと申します。先日のメモリアルライブお疲れ様でした。これボビーかな、モス。私も参戦させていただきましたが、とても素晴らしい景色で一生の思い出になりました。あの日の記憶があれば今後どんな辛いことも乗り越えられるだろうと思えるほどの素敵なライブでした。最高の思い出をありがとうございました。おお。さて話は変わりますが、私は自分が頑張ったと思えた日にはご褒美タイムを設けることにしています。具体的には大好きな甘いものを食べ、大好きな紅茶を飲みながらまったりすることです。これが私にとっての至福の時間なのです。
皆さんにはこのような至福の時間はありますか？できればライブ以外で皆さんが日常の中で感じる小さな幸せを教えていただきたいです。今後の浦島坂田戦の活躍を心から祈っています。これからも応援してます。大塚です。ありがとうございます。いやでもこれはみんなやるんじゃない？俺はやってるよ。これ至福の時間作るってこと？うん、まあなんか逆に俺はね、うまくいった時ってよりも、うん、失敗した時にご褒美タイムあげるかも。おお、それもいいね。どんなことすんの？なんかそのいやもうなんか録音が全然あかんかった、はいはい、あるよねそういう時ね。もうこんな鬱な帰り道ないやん。うん、マック2つか3つぐらい食って帰ったろみたいな。こんなそんな行くんやん。で食うで食って、めっちゃ食うじゃん。でめっちゃ食って、うん、うん、なんてことをぼこらせてしまったんだってなる。二重苦じゃん、なんなら。そう、二重苦を、まあでも一回こう自暴自棄になるね。ああ、ね、なるほどね。なるね。そう食べてる間やっぱ幸せすぎんのよ。確かに。なんかいけないことをしたくなるね、失敗すると。なるほどね。オキシトシンが出てる。至福の時間。俺は成功した時ってなんか成功した幸せ感であんまりこうそういう、ああむしろいらんってことね。いらない。もう幸せやもん。ああ、俺は逆になんかそのこの方と一緒で頑張った、例えば録音頑張りましたってなったら、頑張ったからもう自分をちょっと今日甘やかしていいって言って、ちょっとお酒飲んじゃおうかなみたいなのは結構あるかな。だから酒かな、俺は。毎日飲んでそうだけどな、酒は。いやいや毎日飲んでないよ。もう最近は3日に1回とか2日に1回とか結構散らしてるね。うまく。おつまみは何にすんの？おつまみなし。え？ナッシングトゥモロー。ナッシングトゥモロー。そんな罰ゲームをやってんの？罰ゲームじゃないから。罰ゲームなんだ。楽しいのそれ。酔っ払うのが楽しい。ね、酔っ払っても配信がつまみみたいなもんやからもう。ああなるほどね。そうなるほどね。ムラタンはなんか至福の時間ありますか？あたすいはね、別に何か成功したから食べようとかないんじゃない。思いついたら食べようというか、本当そんな感じだから。なんか至福の時間みたいなないんや。じゃあ至福の時間はやっぱ秋様と戯れてる時とかかな。おー、癒しよね、うん、確かにね。そう、やっぱね、ちっちゃいなって思うと、うん、ちっちゃいですよね。 3.4 キロってマジでちっちゃくね。ちっちゃい。 3.4 キロはでもな、結構長いけどね。徒歩やと結構、うん、そうな、結構その13キロやみたいなさ、102は言うじゃん。うん、それと比べれば結構短めじゃない。短いね、うん、違うでしょ。よいしょ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 ほら、よくいしょよいしょほら、一瞬どこ行くんかなと思ったけど、よいしょ、うん、よいしょ、やめとこ、やめとこ、はい、うん、じゃあ次行きますか。はい、行きましょう。じゃあ、センラッチお願いします。はい、はい、お願いします。浦田さん、柴さん、坂田さん、千奈さん、クルーの皆さん、こんばんは。桃香と申します。一年中浦島坂田線の皆さんに会いに遠征を続けている私なのですが、遠征時に時々これって私潔癖すぎなのかなと思うことがあります。例えば以下のようなことです。ホテル滞在時、キャリーケースは床で広げたくない。紙の使い捨てスリッパしか履きたくない。枕には必ず自分のタオルを敷かないと眠れない。皆さんにもこれって自分だけ過度に気にしすぎてるのかなと思うことは何かありますか？メモリアルライブ本当にお疲れ様でした。私はつい3年前に乗船させていただいたものなのですが、そんな私でも結成当初からの皆さんの軌跡をこのライブで感じられました。いつから推してるかなんて関係なくたくさんの愛情を受け取りました。毎日皆さんの声が聞けて幸せな日々を送れています。私の人生は浦島坂田さんの4人にとって彩られています。感謝しかありません。ずっとこの関係性が続くようにこれからも微力ながら応援させてください。大好きです。ありがとうございます。早口やったな。やっぱね、鍛えてるからね、全然。なるほどね、うん、気にしすぎてるかなと思うことやって、自分だけが。まあでもこれはさ、うん、気づいたらダメだよねって思う。まあまあ確かに。例えばやで、そのエスカレーターの上がるさ、あの捕まる部分とかって、うん、はい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 、人に言われるまでは全然掴んでたりとかさ、まあ掴むよね、持ってたりしてたのに、うん、そう、なんならあれ持って浮いて遊ぼうみたいな、ある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 、それぐらいの感じだったのに、なんかあれってめっちゃ汚いんだぜって人に言われてから、はい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 、確かに誰が触ったかもわからんようなこれを触るの抵抗あるって俺なる、気づいてしまったから、うん、あ、なったの？なってるし、へえー、手すりもそうやんな。手すりっていうか、あのあれよ、何あの電車とかのつり革ね、つり革か、あれとかも
で極力触りたくはないみたいな。それはわかるわ。そう、なるほどね。でそれはわかる、うん、あと小銭もそうだよね。あんなんてさあ、確かに汚い、ね、誰が触ったかわからんような小銭を触らなきゃいけないみたいなってなるから、気づいたらダメなんだなって思う。だから気づかなきゃいいのよ結局。なるほどね。そう、そうか、確かに気づかないように生きることって大事なんじゃないって思う。だってしんどいじゃんこんなん、いちいち。そう、なるほどね。パンの袋もよくあるよね。あ、パン服ね、パン服、パン服、パンの袋の上に置くか置かないかも。上にパンを置いてしまうっていうあの愚かな行為。でもあの愚かな行為俺中学生の時やってたしと思って。いや全然やるけどな、未だに俺、はいはい、え本当。でもあれさ、一回さ、もう誰かが触ってるとか思うと、うん、もう置けんくない、パンは。死なへんやん。まあ実際ね。それに気づいたらダメじゃんみたいな。気づかなきゃいいんだよ。だから気づいたらもうダメだから、気づかないように生きようぜって思う。なるほどね。遺産で消えんだろ金なんて。そう、結局ね死なねえのよこんなんせんでも。このホテルのキャリーケースも何も、うん、全然意味ないし、うん、結局自己満でしかないのに気づいたらダメなんだよ、うん、結局だから。確かに、まあ、それはでも正論というか正しいね。気づいたら終わりやねこれは。そうやね、気づいたらもうダメだから、はいはいはい、気づかないように生きるようにしてるわ俺は。なるほど、いいっすね。だからリュックサックとか物ぐっちゃぐちゃなってんや。おい関係ないやんけそれは。だから最高とすんなよく。関係ないね。だからホテル入った瞬間に服パーンって脱いで投げるんや。おい今だーって言って入ってくんなよどんどん。今なら言って大丈夫だ。なわけないねん。今だちゃうねん。坂田からそのなんかエスカレーターの手すりの件とか聞くと全く思わなくて。いやでも本当にそうじゃん。本当にそう。気づいたらダメじゃん。だから確かに確かに確かに。そうそうそう。なるほどね。今なだれ込んできてびっくりしたわ。だからバスの中でもあのさーって一番話してる。いや関係ないねん。なんか気づいたんやろなその時の俺。どうしても言いたいと思って。あ、だからな、 iPhone の音どんどん上げてな、みんなに聞いてくれんかってやってくれんの。それはまあいいじゃん別に許可取ってるし。うん、まあありがとう。それはいつもありがとう。いやでも気にしたら負けなんはわかる。でも俺も確かに気にすることあるわ。うん、あるやろ。ある、うん、俺ホテルの椅子あるやんか、うんうん、あれさ、はいはいはい、たまにさ思いっきりまあなんかうん、なんだろう、パイプ椅子みたいな感じだと全然いいんやけど、うん、あの布のやつ、布というかなんかまあちゃんとした椅子あるやん、ふっかりふっかりしたやつ、はい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 、川張りというか、川じゃない、川やったらまだいいねんけど、なんかそのカーペットみたいなやつとか、あれ、あれ嫌なの俺、直接座んの嫌なんじゃ。あれや。嫌なんじゃ。うん。だから絶対にあの、わかるな。そう、うん。だから絶対バスタオルかけるか、なんかガウンみたいなあるやんか。あれを敷いて座ってる。うん、ああ、ちょっとわかるかもしれない。そう、それはね、すごいね、なんか気になる。逆にまあ床にスーツケース広げるのとかは気にならんし、あれやけど、うん、あと枕もそのままでいいけどな。お尻ダイレクトが気になるのね。お尻はなんかお風呂入った後うん、基本的に真っ赤やから、うん、もうそれで座りたくはないよねっていう。まあ確かにそれはそうだわ。うん、なるほどね。あれは何何、ホテルの布団が全部いいされてるやつ。あれもあれはまあその潔癖のあれじゃないけど、あれはもう関係ないけど、あれあれうっとうしくない、あれやめてくれって思う。あるっとしいわ。お前一回足でピーンって伸ばしてドーンって全部出してね、寝るんやけど、ガガガって出すわ。そう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 。自己満で入れんなよとか思うもんね。そうそうそう、いらんって熱なるやんこんなみたいな。熱こもるからな。そう、熱こもるから俺ら汗かけやんであんな耐えられるわけがない。確かにな。循環ってせな。はい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 。全然体出ねえもんなあれ。ガッガッ。そう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 。そう、あれ相当結構、うん、上に突き出さんとあかんからね。そうやね。私自分だけ気にしすぎてる件は、うん、毎回言ってるんですけど、うん、ホットスナックの話がまた出てきてしまうんですけど、ホットスナックね、はいはい、コンビニの隣とかにあるやつや、レジの、ね、まあ、私がファミチキをって言ったら、うん、そのトングを、うん、お金置く台あるじゃないですか、まあ、はいはい、なんだろう、まあまあ、あのレジのね、まあ、とこのね、商品のところ、そこに置いたんですよ。うん。おお、トングをね。トングを。
うん、そこってまあお金が置かれたり物が置かれるじゃないですか。だから俺そこに置いたから、なんでここ置くんすかみたいな感じだ、うん、それをツイートしたことなんですよ。おお、そしたら浦田さんそれ潔癖じゃないですかみたいに言われて、おお、もう俺腹立ってるわけっすよ、もうずっと。あ、いやー、よしよし、大丈夫だ、思い出しだよ。なんでこんな言われなくちゃいけないんだ。お前は間違ってないだよね、大丈夫だ。それも気づいたからダメなんだ。アホになれ、もっと。次のお便りを坂田さんお願いします。すごい切り替えだね。じゃあ読みます。はい、はい、浦田さん、島さん、坂田さん、千田さん、そして黒波さん、こんばんは。うん、よっチャンネルと申します。よっチャンネル、なんだこいつ、 YouTuber みたいな。私は浦島坂田線スプリングツアー際、長野公園に参戦させてもらいました。長野公園に参戦するために、はいはい、私は今回初めて一人で高速道路デビューをしました。はい、うん、すごい。車号で乗って以来12年間高速道路をいろんな理由をつけては避け続けてきましたが、今回ついに乗って会いに行きました。うん、途中サービスエリアなど寄りながら行く途中行くと意外と楽しくて、今後行動範囲が広がりそうです。新しい楽しさを知ってしまいました。そこで皆さんに質問です。最近見つけた新しい楽しさはありますか？小さなことでも何でも大丈夫です。ラジオの話題にしてもらえると嬉しいです。これからも浦島坂田線の航海に振り落とされないようにしっかり乗っていきたいです。ありがとうございます。よチャンネルじゃねえの、もしかして。よっチャンネルって書いてあるね。でもよってちっちゃい通話つけて、うん、入ってるね。よっチャンネルのよっチャンネルかと思って。はい、私、はいはい、私あれ高速道路乗ったことないんですよ。おお、なんかシミュレーションでやったみたいな言ってたよね、確か。そうそうそう、あれどんな感じなん、なんかちょっと怖くね、合流するの。いやまあ意外と普通、うん、普通な、うん、いや怖です。てか意外となんかね、意外とまっすぐずっと走っとるし、うん、普通の道より全然何もすることないみたいな。ああ確かに、それはあると思うね。そう、うん、だから逆に集中力が切れてしまわないことが怖いよ。ああ、眠たくもなるからね。そう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 、だってもう常にまっすぐ走るからさ。普通の運転でも常に右左とか見られなあかんけど、ただのまっすぐやからもう目かもうかっ開きながら行くみたいな。そうなんだ。そう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 、確かにね。手に合わせて握ってたからな、あの運転した時。あーね、久しぶりやとね、緊張するよな、散歩、ね、運転はね。声やん、うん、まあ小さい新しい楽しさ最近見つけた、なんやろ、まだ買い物、たまたま小銭がちょうどいいのがあった時。おお、ちょうどいいって嬉しい、小さな幸せだね、それは。20いくらの時に、あ、うん、小銭ちょうどあるわみたいな。ああ、いいね、楽しさとは、楽しさとはとはなるけど、最近あった小さな幸せだよね、それ。あ、いや、切なさと愛しさと心強さです。ああ、ね、篠原涼子ね、うん、かな。美人よね、やっぱりね。うん、あとは、どうぞ。あとはその毎回そのまあ、クイックペイとかそういうので払うんだけど、うん、でなぜか一応お金は下ろしてるんですよ、その、うん、何万円みたいな。はいはいはい、うん、それが使われない、なんだろう、その札を数えるのがちょっと楽しい。へえ、なんて微妙な趣味なんだ。まあでも確かにこれは浦田さんしか共感されない小さな幸せですね。なんかそういうことですよ、うん、私しかわからない、なんやろ、これまだ使ってないピン札だみたいな。あ、そのピン札を探すのが楽しいってこと？違う、これ難しいんですよ。集めるのが楽しいみたいな。いや、違うんですよ。ちゃうんや、分からんな、うん、なんかね、例えばじゃあ仮にね、うん、いくらっていうとちょっと生々しすぎるから、じゃあ100万円下ろしたとするじゃないですか。絶対すごい下ろしてる。じゃあ下ろすやん、うん、そう、絶対しない。いやらしさ、マックスやな。で、普段はこうクイックペイで払ってるけど、うん、うん、あれ、そういえば札どれぐらいあるかなっつって減ってないのを数えるのが楽しい。ああ、なるほど。本来銀行からは引かれてるけど、目に見えるところから引かれてないから
なんか嬉しくなっちゃうみたいな。あ、こういうやつ。それ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 。はいはい、はい、あのお金を数えるってことがちょっと楽しいって感じかな、雰囲気的には。ちょっと違う。え、でもそうじゃない？いいだって。あ、でもそういうこと。でもほぼ事実そうじゃん。まあ、財布に入ってるのを数えるのが好きと。なるほどね。例えばじゃあ1億円バーンって出されて、それを数えるのは好きじゃないの。なるほど。え、成金の素質ある、もしかして。うまいな。1億円くれー。はい、はい、ありがとうございます。もう柑橘みたいな、なんかね、あ、なんか亜種みたいなアレンジが加わったね。一応大足の1億円じゃなくて1億円をくれーくれーやからな。偽領地みたいな。貴様たちは、貴様たち。最近見つけた楽しさか、うんうん、貴様たちは最近か。なんかお風呂で使う洗顔を、うん、がなくなったから、石鹸、ただのなんか100円ぐらいの、100円でいっぱい入ってる石鹸に変えたら、うん、なんか割と顔がさっぱりするので、なんかお風呂入るたびにちょっと洗顔が楽しみになってるっていうのが最近見つけた新しい感じですね。安い洗剤で済むような肌だったと。そうそうそう、なんかあれこれでよくねみたいになっちゃって、油分が全部取れてるんじゃないか。意外と高いもんじゃなくてもこれですっきりするやんけ。そう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 、これみたいな、これを求めてんだよみたいな、そういうのかな。まあでも別に値段じゃないのはまずよね、こういうのって、うん、まあ、そうそうそう、ただ即あの化粧水とかどう入れないと顔パサパサになる。確かに確かに、乾燥しすぎて、それは大事よね、油分落ちすぎてね、うん、そう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 、難しいね、ああいうのね。確かに、まあ、ちっちゃいことでもた、まあいいねそれね。坂田は、いい、俺最近そばハマってて。あ、なんかツイートしとったね、うん、ほぼ毎日そば食うてんね。小麦から作るんだっけ、うん、違う、偽物や、偽物のそば作ってる、ね、うん、普通の、大豆、セブンに売ってるそばのやつ買ってたんやけど、うん、あのわかめとか乗ってるやつ、はい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 、あるね。であれめっちゃ食ってて、あ、うまいやーってずっと食ってたら、うん、なんか一回どっかの機会で、うん、友達とそば屋に行って、そのそばがあまりにコシが良くて、うん、ほう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 、あのセブンのそばなんやってみたいな、はいはいはい、もううますぎて、うわ信じられへんって、その味が忘れられなくて、うん、セブンのそばをまだ食ってたんやけど、うん、やっぱ違うなと思って、うんうんうん、いろんなウーバーイーツでそばを頼み始めて、次は、うんうんうん、おー、いいですね。でも俺はそれでもあのそばを超えるそばにまだ出会えてなくて、うん、もうこうなったら自分で湯がこうと思って、うんうんうん、そしたら自分でこう湯がいたら揚げるタイミング固めで食べたいとかさ、はい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 、こう自分で好みにできるんじゃないかと思ってやってるんやけど、結局セブンのそばにと変わらないクオリティしか無理で、まだそこなんや。そこやね。だから俺あの味が忘れられへんねん、いつまでも。そばが悪いんや、その湯がくそばがあるよかな。いや、湯がくそばがどこで買ってんの？逆にそばはどこで買ってんのよ、湯がくそば。いやいや、意味ないって。なんでだ。じゃあスーパーとか行ったら売ってんねんって、あのなんかしっかりとしたその乾麺が売ってて、あ、なんかそば 100% みたいな、ね、あ、そう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 、それ俺アマゾンで買ってんだから次は。あ、それもう届いたん。そのステップに行ってんね、次。次そこ、ま、おお、楽しみやん。そうやね、10割そばね。そう、もう10割そば頼んで。あら、とりあえずそばを探し、それええやつにしたん。ちなみにそのなんかええやつにした、ええやつにした。うわ、それ買ったんちゃう、さすがに。そうかも、これで優勝をようやくできるかなと思う。あとはでもタレも大事よ。タレね、確かに俺セブンのタレ使ってるわ。やかんって、お前そんな、あかんか、それだけかよ。ええタレ使った、ええタレか。ええタレじゃないとさすがに、まあセブンがどうなんか知らんけどさ。お前ワンマンかなんか、もし映像やるならそば作れよ、もう。いや、ワンコそば師匠。ワンコそば師匠を差し置いて、なんだ、そんなことはできません。なんだ、師匠を差し置いて。あ、まあどういうことだ。そうか。アキちゃんがいるからワンコそば、ワンコやから食べたかったってこと？すごいな、俺。俺もすごいし、その発想に至るまでの過程すご。どんだけ犬好きなんすかっていう。犬が好きすぎて、犬に向けて愛情じゃないところに愛情を注いでしまう人。今日の配信2020年ぐらいから待ってたわ、じゃあもしかしたら。なるほどね。ようやく回収したね。ね。ね、ありがとう。じゃあ、イラスト。イラスト、はい。じゃあ私から読ませていただきます。お願いします。浦田さん、島さん、坂田さん、瀬名さん、そしてクロノミアさん、こんばんは。
なよと申します。志麻さん、ワンマンツアーお疲れ様です。頑張ってんな。中田さん、お比べせながら、ワンマンツアー決定おめでとうございます。そして先週にはメモリアルライブが開催されましたね。なまってんな。これちょっとね、ちょっと時間経ったやつですね。本当にお疲れ様でした。これまで歩んできた10年間の思い出が詰まっていた序盤から胸が熱くなり、べしょべしょに泣いてしまいました。そんなメモリアルライブの思い出を形にしたくて、今回はイラストを描いて送らせていただきました。私が人生で初めて行ったライブが、浦島坂田線の武道館公演だったので、ヴィーナスの衣装には思い入れが強く、今の皆さんの姿でまた見られて本当に嬉しかったです。円盤化には感謝しかありません。発売がとてもとても楽しみです。最後になりますが、夏ツアーも開催決定おめでとうございます。地元の公演もあるので全力で祈りながら応募しました。また会いに行きたい気持ちでいっぱいどうす。ますます忙しくなるかと思いますが、皆様ご体に気をつけてお過ごしください。本当に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 ライオンだ。はい。浦島坂田線押していてよかったです。大好きです。ありがとうございます。意外とイントネーションってどうでもええんやな。普通に入ってくるよね。まあ分かったね。内容はね。なあ、大体分かった。うん、通じたらいいやな。通じれば、通じるのが大事。そうね。お、素敵なヴィーナスのイラストやね。言うて、ヴィーナスの衣装をね。来ましたからね。なんか久しぶりに来たらなんか感覚がなんかね、5年前とはやっぱちょっと違ったよね。違った、全然違ったわ。なんかお前ヴィーナスじゃない方やと思うけど、パンツピチピチで、ずっとパンツピチピチやねんって言ってよかった。海賊のね、海賊のスパッツやったからな、もはや。そう絶対おらんなん履いてないもん、海賊の時。そうよね、なんか絶対あんなんじゃない。お前の足がパツパツなの珍しいと思って、ね、こうなんねんと思ってたもん、ね。あれお尻すごい気になったもん。なんかマジはよくパツパツになってるイメージあるけど、セリナはあんまないからな。ね、まあまあ、見えへんようにね、ちゃんとあの回しみたいなのがついてたからまだよかったけど、うん、そうよね、うん、俺たちはあのお尻をね見させてもらったんですよ。プルン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 やったもんね。ただマーシーが言ってたもんね、これじゃあ俺のお尻キャラが取られてしまうって言ってへんねん、そんなこと。言うたらへんわ。いや言ったよ、2回しか言ってねえ、そんなん。もう2回も言ってた。言うてへんねん、そんなん。いいひんから弁解もできへんから、そんなんも。そうか、まあ、お尻だけに弁ってか。いや、弁ってないの。おお、すごいですなぁ。そんなこと言ったのも。バカ殿、すごいですな、今の。良きに計らえ。あっぱれ。昔のオタクの絡みやん。拙者とか言って、お主とか言うやつ。昔のオタクやん。イニシエ、イニシエ、イニシエのオタク。そう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 。お主やめるでござるとか言うやつやん、それ。あっぱれ。余計に上がらえって。やめろ、そんな。そんなノリ。ありがとうございます。はい。2のお便り、これ3って書いてある2ですね。千野さん、お願いします。はい。浦田さん、島さん、坂田さん、千奈さん、クルーの皆さん、こんばんは。熊猫優子と申します。メモリアルライブお疲れ様でした。最高に素敵な時間をありがとうございました。とっても楽しかったです。また昨年の夏ツとたまりの円盤化、今年の夏ツアー発表おめでとうございます。盛り盛り盛りだくさんですね、うん、今回はトゥナイトのイラストを描かせていただきました。ネオン看板が描きたかったのですが、あ、描きたかったのでアルバムの全16曲背景に描き込んでみました。個人的に限定版 C のスーツ衣装が大好きなので円盤でまた見れることとても楽しみにしております。今年もどんな素敵な夏になるのかワクワクでいっぱいです。10周年ライブの何やねんお前。いや、なんもないよ。何がおもろいねん。なんもない、ほんまになんもない、ほんまになんもない。10周年ライブの余韻にひたひたですが、アクセル全開の浦島坂田さんに置いていかれないようにこれからの活動もさせていただきます。今年も元気な姿の皆さんにいっぱい会えますように。ボンボヤーシュ、ありがとうございます。はい、ボンボヤーシュ、ボンボヤー、ボンボヤー。テンションでごまかそうとすんなよお前、笑ったことほんま。いや、いい感じっすねこのやつと。何がおもろい。いや、ほんまになんでもない。でも俺がボソッと言ったことを浦田さんが拾ってきて、ちょっと面白くなったって感じ。ほんまに。お前、込むな、お前が面白いこと言ったね。ほんとに、ほんとに。どこでな。これ、あれですね、去年のトゥナイトの看板が結構、その9周年にかけてのやつが、ちょっと散らしてあったのを10周年バージョンにしてくれてますね。いやー、素晴らしい。ゲームとかタイトル入れてくれてるね。ねえ。夢のものこれ、これ、それこそあれやん、歌舞伎タワーやん。この感じ。確かに。ああ、歌舞伎町タワー。うん、そう、歌舞伎町タワー。こんな感じやったで、ほんま。そうなんや。うん、もうなんか、ネオン、ネオンのネオンみたいな。ネオンのネオン。人がいい、とにかく人がいすぎて、もういいかなと思った。てか、ね、よく行ったね、あんなゴールデンウィーク真っ只中に。
いやでもなんかいい経験になったよね。ええー、あれを経て俺たちは強くなれるって思って。ちっちゃい成長しょうもない。そんな別に、ま、ちっちゃい成長、大きな幸せ。なんやねそれ。なんだって、あっぱれ。おお、よきに計らえ。ええね、昔のオタクすんな。はい、チェックシャツ着てバンダナ巻いてる昔のオタクすんな、ほんま。イニシエやな、ほんまに。それはもうおれへんもんな、秋葉原行っても。もう今やってる人コスプレでしかないねん、もう。そう、あれやったらもうコスやもん。うん、本当にその格好してんじゃなくて、その時代の格好をしたコスプレの人。そう、もうブレイクダンスするしかないねん、もしくはそれで。確かに。いや、それニコ動のダンサーやないかい。RAB さんやねん、もう。ね、リアル秋葉ボーイズね。ね、うん、懐かしい。いや、いいですね、いいですね、このイラストも。はい、とっても素敵なイラスト、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ 3枚目を佐賀田さん、お願いします。入れます。浦田さん、島さん、坂田さん、瀬名さん、クルーの皆さん、こんばんは。まま PA でいいんかな、パーでいいんかな。いや、PA でいいんちゃう。 PA と申します。パー、今回は、Here We Are のイラストを描かせていただきました。背景からしつこいな。小物までこだわって描いたので、たくさん見ていただけたら嬉しいです。埼玉スーパーアリーナでの、メモリアルライブ、お疲れ様でした。最初から最後まで全てに感動しました。浦島坂田戦の後悔が終わるまでついていきたい、応援したいって思える最高なグループに出会えた私は幸せ者です。今日もこれから先も浦島坂田戦が世界一大好きです、とのことです。ありがとうございます。いや、ウィーアー、いや、ウィーアー、いいですね。このウィンドブレーカー来てえな。あー、そうね。白ベースだけどおしゃれなやつ。これから宇宙行きますって言っても数字さえもんね、なんなら。確かにね。これにヘル、浦田さんのやつにヘルメットついてもな。なんかね、ギリ行けそうよね。ギリ行けるよね、これ確実に。ギリギリ宇宙に行ける人。行くぞ宇宙に。坂田絶対開けたあかんとこ開けてるけどね。確かに。こいつ宇宙で死にます。いいっすね。いいね。いや、子供の時ウィンドブレーカー大好き人間やったけど、分かる人、分かる分かる。そうなんだ。なんかかっこよく思わんかった。ちょっとかっこいいし、名前もウィンドブレーカーはやばすぎる。そう、かっこよく感じた。なんなウィンドブレイクってやばすぎやろみたいな。確かに、風をぶっ壊しやがるみたいな。風ぶっ壊しはやばいよな。かっけーよね。そう、しかもなんかあの、何色のウィンドブレーカー、黒やろ。黒、俺、いや俺白色やって。まあ、白でかっこいいと思ってるからめっちゃかっこいいやんけ。いや、ほんまにほんまに。白のウィンブレかっこいいと思ってるの、かっこいいやつや、それ。ほんま、俺かっこいいと思ってた。いや、かっこいいね。あの、なんかもう、特別な感じよね、ほんとあれは、うん。でもね、3年間着てたら、ちょっとずつなんか汚くなっていってたわ。まあ、白いから分かりやすいよな、それな。白いから分かりやすいね。うん、すげえな、3年がよく着たな。ねえ、それ剣道部のウィンドブレーカー？いや、もう、全部、その学校の。学校のウィンブレーカーあんや。へぇ、ね、へぇ。そうケンブレ、ケンブレってケンブレってね、うん、もうそれケンケンやん、なんならブレードブレードケンケン、まさか犬の愛情ここにも犬犬犬犬犬犬でケンケン、いいな、犬の愛情がいろんなところに出てくる ね、 ね、すぐそこに結びつけたくなるんだ、やっぱり。すばら、もうそろそろ右肩か左肩に乗ってるやつも犬にした方がいいんじゃない。確かに、うちの子。確かにね、そろそろ坂田の肩に乗っててもいいかもしれんな。あ逆に入れ替わっててるみたいな。剣じゃないみたいな。俺の肩に乗っててもいいかもしれない。ああ、剣がね。バレる、バレる。バレる。バレるわ。バレる。どんだけシリアスな楽曲にでもあいつ出てくるんやからもう。確かに。確かに。あいつだけだから出張してんの。そう。あいつもどんだけ、ね。あいつだけ多分ギャラ違うよね。ね。俺らの。あいつは多分俺らより高い。何？ギャラ違うよね。いやだって俺らの動画にも出てるプラス、うん、グッズも出してるから、うん、確かに。あいつ多分俺らよりギャラ持っていってるよ。確かに確かに。実在したら本当に。うん、そらそうか、うん。飼育員の方も絶対に付き添いでいつも来てるから。浦田さんじゃないんや。俺じゃねえんだ。あくまでもビジネスビジネスパートナー。別でおんのすごい嫌やわ、なんか。どうも乗らせて。肩に乗って、あ、よろしくお願いしますって浦田さん言ってんのすごい嫌やわ。大変申し訳ないですけど、お願いします。なんかドライな関係やな。ねえ。ちゃんとそういう関係があるんだな。はい。じゃあ、次のイラスト、私がいきますね。はい。お願いします。お願いします。浦田さん、島さん、坂田さん、瀬名さん、黒の皆さん、こんばんは。春のサメと申します。春のサメ。
まずは浦島坂田さんの皆さん、たまわりメモリアルライブお疲れ様でした。本当に本当に素敵なライブ、たくさんたくさん楽しませていただきました。クルーでいてよかった、はい、そう改めて思えたライブでした、うん、私自身ファンアートを描くのは数年お休みしていましたが、10周年ライブということでいても立ってもいられず、このイラストを描かせていただきました。浦島坂田さんの皆さんの目にとどまれるちばと目に留まりましたら幸いです、うん、これからもお体に気をつけて、10周年という記念すべき年を今までのように4人で走り続けてほしいです。クルーの一員としてしっかりついていきやす。祝う、うん、ありがとう。ありがとうございます。うん、出航してるね、これは。祝う、これかっちょええな。かっちょええな。素敵やイラストや、これは。お前、眼帯つけて出ていけって。いや、もうあれだってもう、なんかだってもう覚えてるもん、俺、初めて眼帯つけたときに。あったもんね、一応ね。うん、なんか、あ、なんかこれ、ちょっとでかいっすね。やめますわ、って言ってた。これでかいっすわ、つって。まあまあここにおるやつらはね、浦田さんも帽子つけてねえし、そうそうそう、俺もこの巻いてるやつやってないし、やった時あったないっけ。いや、あれ帽子はあの 片手で持って登場してすぐ捨てたみたいなのある。おお、坂田のこれは、いや1回ぐらいあるかもつけてて、ねえ、ある気がする。マーシーのこれもつけてんの見たことなんかあるよね。え、マーシーつけてなかった、今回つけてなかったっけ。今回はつけてないんじゃね。え、ない。あ、つけてたって。ほら、つけてるよ、マーシー。おお、で、マーシーのこのさ、海軍大将着みたいな着方、かっこよくない。ああ、袖通さへんやつね。そう。これめっちゃかっこよくて、かっこいい、かっこいい。好きやな。そう、俺が選ばれてよかったね、なんかね。うん、ああ、これね、確かに。としてね、うん、まあ。ドリーマーの衣装見たかったって人もいたかもしれんね、結構ね。そうね、あのナポレオンジャケットね、うん、初手のやつやからね、うん、衣装作った。そう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 、白パンツの、そう、伝説の、伝説の、なんかすごい貧弱に見えたよね、なんか知らんけど。なんなら、あの時痩せまくってたからね、みんな。あ、そうかな、もしかしたら、なんかガタイがなんか、まあ、なんかほっそりっていうか、しすぎてたか、うん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 、可能性もある。3位ぐらいにあったんじゃない。もあったかもね。いや、もうそんな上じゃなかったな、ほんま。うん、これソロ衣装で3位ぐらいじゃなかったけど、なんか確か入ってた。あ、ほんと。でもね、あれだよね、裏側の話をするとさ、この海賊の衣装から今に至るまでの衣装は同じ人に作ってもらってて、ドリーマーの衣装だけ違うのよね。そうね、別なんでやんすよ、うん、ねえ。桜吹雪ぐらいからじゃなかったけども、一応。あ、そっかそっか、春のやつも入るか、そう思うと。そうだね、だからめちゃめちゃ同じ人にやってもらってね。え、そうね、すごいやんね。信頼と実績のって感じよね、もうね。そう、もうこの人にお願いしとけばとりあえず完璧。ほんとそうね、うん、余裕、最強、いいよって感じでございます。ありがとうございます。ありがとうございます。というわけでね、今日は終わりというわけで、もしかしたらマーシーは来れないか、来れないかな、今日はね。マーシーちょっと忙しいからね、うん、今もう走ってるからね、ワンマン、ね、走ってるよね、うん、もう2公演終わったんだっけ。そう、大阪名古屋が終わったんかな。早い、うん、いや、マジで早いね。メモリアルライブから1週間経ってなかったもんね、初日なんて。ねえ、うん、やばすぎ。だって俺らのさ、うん、メモリアルライブのリハが終わったらもうすぐ下で、そう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 、終わった瞬間にリハやってたから。そう、ワンマンの、うん、あれほんま衝撃的やった。あれ倒れるやろな、終わったら多分、ね、うん、本当に、うん、マシ耐えてくれ、頑張ってくれ、頑張れ、うん、頑張って。みんなもね、行かれる人は楽しんで、応援してあげてください、はい、ね、うん、俺たちはあの上からの見てるから、毎回、うんうんうん、上からってどういうこと。あ、リハをね、照明の位置から俺ら毎回見てるから。あ、なるほどね。全部のライブすごいね、裏方で入ってんやね、もうなんならね。俺らが照明やってるから。はいはいはい、やだ、そうなんだ、怒られちゃうかもしれない。はい、というわけで今日のところは終わりです。はい、ありがとうございました。またね、バイバーイ、ナイスコール。止まること知らない。